こんにちは、レイナです。皆さんは食料のことを大事だと思っていますよね。皆さんはちゃんと食料を食べることはできていますか？私はテレビで食料が足りなくて死んでしまう子供のニュースを見てかわいそうだなと思いました。私が思う平和はみんなが助け合って食料などをみんなに分けるということです。つまり健康でいることです。そのためには食料などが少ない国に食料を分ける、国の調査をしてどのくらい寄付するのかを考える。そうすればみんなが健康に生活することができると思います。